こんばんは、伊集院光です。こんばんは、小島かな子です。今日はですね、皆さん待ちに待った任天堂64特集、はい、おー、64特集ですか。いいですね。な予定だったんですけれども。え、やめちゃうの？いや、やめません。はい、実は、驚かないで聞いてね。うん、我々の番組のスタッフがですね、はい、大変なことになってしまいましてね。大変なことになっちゃった。いや、説明すると長くなるんですけれども、はい、何、まあ、分かりやすく見ていただきます。はい、大変なことになっているスタッフの入場です。いや、攻めないであげて、こんな攻めないであげて。いや、やつらもね、番組作ろうと思って必死にやった結果の結果だから。攻めないであげてよ。みんな無理すんなよ、もう分かったから。お前らどう、いやいや、これどう見ても、いや、それぞれの事項なんです。それぞれのアクシデントで攻めないで、もうそれ以上お願いだから。今日はね、64特集ってことで、本来はスタッフの手が一番必要なのよ、はい、でもこんなことになってる時に誰がどの仕事か言ってらんないんで、こんなことに小島と俺で手分けをしてね、番組一本作ろうよ。で、いろいろ考えたんだけど、俺がだからその情報取材系いろいろ回ってくるんで、小島はね、はい、いわゆるゲームの立ち上げの仕事、これ立ち上げってどんなことするの？要するにゲームをやって、いろんな紹介したいシーンを撮らなきゃならない。え、ゲームやって撮ればいいだけなんだ。そうそう、あ、じゃあいいですよ、ありがとう。大丈夫、お前がやるべきことだろ、お前が。今夜のゲームウェーブは、期待の新作ソフト目白押しの任天堂64スペシャル。取材に出かけた伊集院は余裕しゃくしゃく、最新映像極秘情報を次々ゲット。一方小島は悪戦苦闘。果たしてゲーム画面は紹介できるのか。もちろんゲームファンなら見逃せない豪華プレゼントも大放出。それでは早速行ってみましょう、ゲームウェーブ。最新ゲームグッズをご紹介、ゲームグッズショーケース。今週はファミ通ブラスプラザで行われている一瞬ものの一点もの展に注目。まずは SNK 提供のこちら、画廊伝説劇場版アニメ用テリーボガードのセルガ、テリーの帽子付き。続いてはカプコン提供、海外版バイオハザードのこちらの3点をセットで、なんとバッグにはカプコンデザイナーのサイン入り。バンプレスト提供のものはこちら、スーパーロボット対戦トルプルマスコット熱血コレクション特製チオラマセット。今では生産中止のものも含まれてます。日本コンピューターシステム提供、なんとこちらは発売前のソフト、重装騎兵バルケン2の開発者用極秘設定資料。これを見ればよりゲームが楽しめる。データムポリスター提供のものは、ファンには涙もののルームメイト井上涼子、エンディングラストカットセルガ一式、その数なんと100点以上。最後はデータイースト提供のもの、マジカルドロップフール君の着ぐるみ、着てよし眺めてよしの貴重な一品。こちらの商品は全て抽選で1名の方のみの販売、もしくはプレゼントになります。詳細はお店で。手分けして行こうぜ。この番組は任天堂、ドリームキャストとご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい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 、僕の名前を知ってるかい？後藤よしよと言うんだよ。後ろに富士に喜ぶ男、後藤よしよと言うんだよ。はい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 、その時僕は宴の中にいた。19,900円にするんだよ。知ってる？あんたの悪い噂ってのは本当に知ってる？それ噂じゃないよ。どの自分で戦いますか。噂を操る RPG ペルソナ2罪アトラス。早速小島が案内されたのは立ち上げ用の秘密の地下室。これ
上げるのはこの5タイトル。彼女の任務は美味しい映像が出てくるまでプレイを続けてビデオに録画すること。満足できる絵が撮れたら別室にいるスタッフにサイレンで合図、 OK をもらえば作業は終了。早速立ち上げスタート。てかいつもこうやって撮ってんだみんな。その頃伊集院は電車で号64を探るべく横浜にある台東中央研究所に到着。早速、プレイさせてもらいたいと思います。なんかねテレビで公開するのは初めてらしいですよ。行ってきます。いやいや、前ら家で寝てろよ。責任感強いね。邪魔にならないようにね。大丈夫だからね。失礼します。あーどうもすいません、ゲームウェブです。よろしくお願いします。台東駅へようこそ。いらっしゃいました。台東駅ね。はい。これは広報さんはこういう格好をして、もう普段から駅員ですから、はい、普段から台東駅の駅員さんですか。そうです、そうですか、はい、ちょっと待ってもらえますか。はい。今日はなんかあのできたばっかりの、はい、あの電車で号64を、そうなんですよ、見せていただける。はい、私たちも見たことないっていうすごいソフト。電車で GO! 電車で GO64 はアーケードで大人気の電車で GO2 高速編3000番台をベースに64ならではの新機能がいっぱい。これはまず64版だから発売するときもこうカセットですよね。そうですね、当然 CD ロムじゃなくてね、はい、他に変わったとこ何なんですか。やっぱりもうご覧いただいて分かる通り、このようにピカチュウ元気で中で使われてましたこの音声認識システム、はいはい、こちらがなんと電車で564で採用されることになったんですね。これピカチュウ持ってる人のやつはそのまま使えるの。使います、使います。え、ね、ピカチュウ持ってなかった人にはこれだけでも売ってんの。いえ、今回ですね電車で564とこの音声認識システムがセットになったものと、うん、あとは単体で電車で564だけでも販売してます、ね、良心的でいいねそれはね。 ありがたいですね。それでは注目の音声認識システムを初公開。出発進行。このように所定のポイントで正しい指示を音声で伝えればボーナスタイムがゲットできる。といってもこれはかなりの上級編。まずは通常モードのプレイを繰り返し運転手のセリフを覚えることからスタート。そうすればますます運転してる気分が味わえる。第3ヘイト55進行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 震えてますけれども、気にしないでください。うちのエリーなんですけれども、はい、格好とか気にしないで。すいません、できたらですね、ゲームファン、そして電車で GO ファンの方いっぱい見てると思いますので、はい、視聴者プレゼントなんかないですか、なんかいただけないですかね。もう任せてください、はい。現在電車で GO2 50万本達成記念のキャンペーンを実施中。そこで今夜は今電車で GO2 を買えば必ずもらえる電車付けとご覧のグッズをセットにして3名の方にプレゼント。いいでしょ、 OK 大丈夫でしょ。あ、藤井さん、はい、終わりました2つ2本、うん、じゃあちょっと見させてもらっていいですか、はい、スタッフが VTR をチェックしたところ重大な問題発覚。ちょっとこれ取れてないっすね。でもね、取れてないですねって。なんで小島ダビング失敗。そんな頃余裕の伊集院は小島に連絡を取る。もしもし伊集院です。伊集院さん、うんうん、もうってそっちどうよ。もう聞いてくださいよ。どうしたの。一個ね、二つやったんですよ。うんうん、で二つ取ったんですよね、うん、で見てもらったらね、うん、ビデオに入ってなかったの。何事言ってる場合じゃないんだよ。だってさ、だってもさってもないんだよ。全部データ取れるまで帰んなくていいから。ほいじゃバイバイ。え、来てくださいよ。小島にはよく言っとけ、まだチームワークってのは分かってないから、ね、小島も辛いと思うんだよね。やっぱりみんなの仕事を代わりにやってるわけだから。だからもし小島が今度瀕死の重傷の時にはお前らカバーするんだぞ。あ、チームワークで頑張ろう。っていうかさ、やっぱり帰っていいよ。それでは
任天堂64期待の新作ソフト、まずは2本を紹介。あのスターウォーズエピソード1がレースゲームになって新登場。スピード感やリアルに描かれたステージは映画そのまま。サバイバルホラーの代名詞バイオハザード2の移植が決定。新シナリオや新システムも追加されて、さらなる恐怖が体験できる。今週発売のよりすぐりウェーブセレクション。まずはプレイステーション用ソフト4本のご紹介。一人視点の野球シミュレーションがついに登場。野球部のキャプテンだけを操作して他の部員を育て甲子園優勝を目指そう。モーション残像、先方やローカメラアングルなどの凝った映像も見どころ満載。スーパーカーに乗り込んで行動レース気分がバリバリに味わえるシリーズ最新作がこちら。マシンはスカイライン、GTR など全部で15種類。ポリスチェイスはパトカーの運転もできて大興奮間違いなし。銀河警察機構の女性捜査官ランサーを指揮してこの世の悪を倒す育成シミュレーションに第3弾が登場。プレイの仕方でゲームの難易度が大きく変化。多種多様な展開が楽しめる。親の仇は鬼、世代を重ね鬼を撃つ。呪いのため2年間しか生きられる一族が復讐を託していく RPG。 神と交わり子孫を残し何世代にもわたって育て憎き主権同士を倒すのだ。 OK OK です、4とも OK です。はい、それでは小島苦心の2本を紹介。幼い魔獣使いが魔獣と一緒にファンタジー世界を冒険する RPG がついに発売。仲間の魔獣に命令を出すユニークな戦闘システムはハマること受け合い。可愛いキャラクターが自由に走り回る 3D 視点の RPG がこちら。4種類いる精霊をうまく使って敵を次々と倒していこう。64ナイスパー。父さん、ゴルフってまたゴルフなの？しょうがないだろ、付き合いなんだから。あなた、ゴルフってこんなに楽しいものだったんだ。ナイスシャー。ゴルフってすげえ楽しい。愛する家族とゴルフがしたい。簡単本格任天堂マリオゴルフ64。究極のリアルファイトへ、興奮の頂点へ、ジャイアントグラム全日本プロレス2 6.24 開幕。ジーンキャス深夜の首都高速、勝つためのルールしか守らない首都高バトル。ジーンキャス。ゲーム業界最新のトピックス、トミスニュースエキスプレス。世界の破滅を阻止できるただ一人の男になる。話題騒然の新着ソフト、その名はサイフォンフィルター。8月リリース予定のこのゲームは最近兵器サイフォンフィルターを使って世界征服を企むテロリストに戦いを挑んでいく 3D アクション。プレイヤーはテロリストの陰謀を阻止するため様々な武器を駆使して次々と下される任務を遂行する。降り注ぐ銃弾の中、最近兵器の魔の手から世界を救うことはできるのか。続いて、このほどホテルグランパシフィックメリディアンで行われた第1回ファミ通エンターテインメント大賞発表の話題。ファミ通500号突破を記念して開かれたこのコンテストは、ゲームの世界以外の次世代を担う優秀なクリエイターの発掘育成を目的としたもの。小説、コミックなど各部門の発表が行われ、最優秀作品には賞金100万円が進呈されました。開き直ったのか鼻歌を歌う小島。どうこんなことやってんのかな。ここでようやく昼食タイム。その頃移住員もイラ抜きを使いつつ昼飯の真っ最中。今週発売のよりすぐりウェーブセレクション。続いてはこちらの2つのハードのソフトを紹介。まずはプレイステーション。人気漫画スプリガンの世界をベースにしたアクションゲームが新登場。超古代文明をめぐる争いで任務を遂行し、スプリガンを育成しよう。格闘ゲーム並みに派手なアクションはまさに大迫力。墓から
蘇った勇者となって世界を救う冒険に出かけるアドベンチャーゲーム。襲いかかるモンスターたちを倒しながらステージ内に隠された謎を解き、悪の妖術使いザロックに立ち向かえ。続いてゲームボーイ。流れ着いた無人島を捜索し、そこで生き延びるアドベンチャーゲーム。島に住む生物の攻撃や飢え、渇きに耐えて食料や水を確保しよう。男の子と女の子2人のキャラから選択できる。謎のベールに包まれた源氏が放つ問題作バイオレンスキラー。全米を恐怖のどん底に叩き込んだスプラッターアクションがついに日本上陸。 3D グラフィックと恐竜のリアルな動きはまさに必見。迫り来るモンスターたちを自慢の武器で撃ちまくれ。名前は耳にするものの、依然謎に包まれたままの源氏の正体を探るべく早速調査を開始。源氏第1弾ソフトバイオレンスキラーなんですけれども、はい、あの源氏って、はい、何ですか。え、会社ですか。いや、違います。新しいブランドの名前です。ブランドの名前なんですか。え、どういうことですか。いわゆる大人がですね、楽しい、遊んで楽しいゲームソフトの新しいブランドとして新しく立ち上げました。会社に属するっていう形ではなく、いわゆる、まあ、ブランドとしていろんな会社に使ってもらえるようなブランドとしての新しいものです。じゃあこうちょっと迫力のあるやつやりたいなって時は、源氏ブランドの棚の中から選べばいいよみたいになっていくのが、あの構想なわけだ。それじゃあ早速バイオレンスキラーをやらせてください。はい、まあその時にですね、ぜひより楽しく、バイオレンスキラーを遊んでもらうためにあるものをつけるとより楽しく遊べるようになるんです。それがこのソフトと同時発売されるハイレゾパック。より一層リアルに変わる映像はまさに驚異的。つけて、はい、つけちゃって。実はですね、64、はい、のここのところありますよね、うん、はいはいはい、何かなと思うじゃないですか。いや、それ開けちゃダメなんだって。これ開けちゃダメなとこだから。これはいいんですよ、開けて。いや、開けちゃダメ、本当に。いいんです、いいんです。開けてお母さんに怒られるとこじゃ、あれ、みんなの家の64は多分ここにね、触らないでくださいって貼ってあります。そうなんですよ、こう取るんですね。おいおい、なんか出ちゃったぞ、おい。で、これをこういう形で立つと。発売以来、この穴はこの日のためにあったわけ。そうなんです。あの封印は触らないでくださいは、この日のために。 うわ、面白。右がハイレゾパックを使用した映像。比べてみれば画質の違いは一目瞭然。いきなりだよ、なんか揺らしちゃったぞ。敵同士も戦ってる。これもう全く僕の視点なんですよね。僕が戦ってるヒーローの視点なんですよね。ワニオだよ、ワニオ。正式な名前は知らない。今見た目でワニオ。なんか組み合ねえか、なんか組み合ねえか、おい。やられてんじゃねえか、どっかから。あ、上にいるぞ。上におる、ワニの親方いるぞ、親方。今だとですね、武器あの届かないじゃないですか。はいはい。上なので。だからこれ、例えばピストルとかで叩いてですね。あ、お持ち直した、ちゃんと。あ、親方。あ、やろ、親方、てめえ。さすがの名前じゃないですよ、ワニの親方。あ、ね、すごい、面白い、面白い。まさに自分の見てる視線なんですね。で、こういう形でいっぱい武器が、取ってきますんで。はい。まあ、その時の敵の状況であるとか、うん、そのなんつ前の状況によっていろいろと武器を選んで遊んでいくと、はい、バイオレンスキラー。命を懸けた対戦モードも超充実。チームで戦うチームバトル、4人まで対戦可能なデスマッチなど、心を鬼にして敵に挑め。この操作方法がね、ずいぶん飲み込めてきたよ。今度今度今度どうしたの、どうした、どうしたの、僕どうしたの。近藤だから無理するなって言ったんだよ。近藤が遺言でプレゼントをもらってくれとっていうことなんで、はい、じゃあソフトを3本、この新しいバイオレンスキラーを3本、はいはい、その正体はとっても優しかった源氏からソフトとデレカをセットにして3名の方にプレゼント。オッケー。明日近藤富良野のラベンダー畑に目
に行こう。生前からな、花の好きな男だったな。今度の分までこれからもいい番組作ろうな。もう OK ですよね。いいですか。3本目も4本目も OK。 それでは小島がクリアしたその2本を紹介。あの名作が帰ってくる。壮大なストーリー、戦略性の高い戦闘、個性豊かなキャラが織りなす人間ドラマ。きっと全てに満足するはず。記憶をなくした主人公をクローン人間と怪物たちが待ち受ける。そんなハートタッチのアドベンチャーゲームがこちら。オリジナルはクローンに打ち勝つことができるのか。反町隆史初のプライベートビデオ、ランアンドガン、予約受付中。メディアファラリー。カルドセプト、その勝者は世界を制すると言われる伝説のゲームがあった。カルドセプトエキスパンション。メディアファラリー。64よっしゃー、すごいよ。すごいだろ。お父さんの夢だったんだよ、家族でゴルフをすることが。よくできてるぞこのゲーム。まるで本物以上じゃないか。バディチャンス、バディチャンス。愛する家族とゴルフがしたい、簡単本格任天堂マリオゴルフ64。やったよ。この番組はドリームキャスト、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。壊れかけた小島に残されたラスト1本とは。高度なテクニックが必要なラリーゲーム、小島大ピンチ。今週は何が飛び出すか。浜さん光るのちょっといい話。今週は世界最大のゲームショー E3 のお話です。 E3 の会場ではですね、その他64のソフトいっぱい出てましてですね、うん、ドンキーコング64、DK64。 あのね、これ俺任天堂のちょっと好きなところなんですけど、割とその新しいハードができても見放さないじゃないですか。ギリギリまで、もしくは新しいハードができて被ってる時期まで新しいソフト出してるじゃないですか。でだってスーパーアミコンのファイアーエンブレムの新しいのなんか出るわけじゃないですか。出るんですね、うん、それと同じで64もこれからすごいゲーム出ますか。マリオ RPG が出てましたね、はい、その他アメリカではポケモンがもうえらい人気でね、ポケモンカードを学校に持っていちゃダメっていうのが全校であちこちに出てきてるっていうぐらい、ね、なんかアメリカってさ、僕らのイメージだとさ、もう自由すぎちゃって銃まで学校持ってくるやつがいるって感じなんだけどそうそうイメージとしてね。市場全体としてはですね、セガのあのドリームキャストがですね、アメリカで正式発売日というのが発表になりまして、結構盛り上がってましたよ。じゃあもしかしたらちょっとドリームキャスト相当の巻き返しあるかもしれないですけど、アメリカはですね、とにかく通信がすごくインフラが整ってますんで、はい、でモデムが搭載されてるマシンということで、はいはい、かなり注目されてますね。しかも日本で使ってるモデムよりもね、倍ぐらい性能がいいんですよ。しかも値段が$199.99を9月9日に発売するというね。アメリカのその通信インフラって本当にすごいじゃないですか。料金体系とかも本当にパソコンで通信やってる人に合わせたようなものがあって、ゲームずっとやっても値段が変わらないようなところいっぱいありますから。そうなんですよ。爆発的に普及するかもしれませんね。可能性としてはね、日本の場合の最初の段階でマシンが揃わなかったりですね、ソフトが揃わなかったりしたことがあったんですけども、ソフトがもう始まりの段階ですごいたくさんあるんですよ。でしかもこれなんかこれだけ安くてモデルも対応してるということで、すでにですよ、もう10万台予約が入ってるっていう、ヨーロッパなんかも発表があったんですけども、アクセスに使う料金はタダっていうことが決まったんですよすごいですよね。恵まれてるなみんな。いやだからね、ドリームキャストめちゃ反響よくて、やっぱりちょっとドリームキャストで一回勝負しようかなってすごく多いですね。でもなんかそうやって向こうで普及してくれると、その全体のマーケットが広がることで、例えば日本でもアメリカでも売れるようなゲームにはもっと日本でも開発するのにいっぱいお金使ってくれたりとか。その通りですよね。逆にアメリカ発で日本で発売されるような面白いゲームとかが出てきてくれますよね。あの日本の64があれだけ元気になってきたのっていうのも一重にやっぱり日本とアメリカの、ね、数百万台足した台数でどれだけのソフト投資すればいいかっていうところが話考えてますから、だから DC がヨーロッパとアメリカで数なんかかなりの数を出せば、結構大型のソフトも出てくる可能性は十分あるだという感じがしますね。
ソニーのブースはね、面白かったのはですね、E3 は年末商戦どうしましょうっていうとこなんで、今年の年末のプレイステーションのソフトがいっぱい出てましてね。何ですか？クラッシュバンディクのレーシングベアゲームとかですね。はい、あの偽のあの何しろスターウォーズすごいですよ。もうちょっと遅れて、じゃあ日本の公開の前後あたりにはそのスターウォーズのラクドですね、ゲームブームは来ると。あ、これこれ使えないかもしれないけど言っていいですか？いいですよ。てか使えないと思うんですけども、この間あの納税者番付発表になったじゃないですか。はい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 、高い1位。あ、私も言いました。だからいくらお前踏んだくってんだよっていう。お前のその〇で全部買えよドリキャスっていう。伊集院氏の発言がこの後より過激なものになったので、本日はここで終了させていただきます。お知らせ。なんとあのお台場で浜さん光のちょっといい話の公開収録が決定。6月27日は普段の放送では聞けない話も聞けるかも。みんなが来るの待ってます。あー、見てブレイク。関東地方の今日のお天気です。北部で雨の降るところが多いでしょう。東京は晴れのち曇りでしょう。